では、続きまして第2問目に移らさせていただきます。第2問はですね、こういうふうな、質問をお二人にお願いしております。産業経済活性化の具体策を、またやはり優先順位の高い順に3つ挙げてくださいというふうな質問をお願いしております。じゃあ今度は講師代わりまして古谷さんの方から3分でお願いいたします。産業とか経済のこの活性化につきましては、第一といたしましては深川産業団地の拡張だと私は思っております。地域の雇用やそして創出および地域産業の健全な発展を促進するためには、ぜひとも深川産業団地を早く拡張を実現しなくちゃいけないのかなというふうに思っております。そのよきまして企業誘致を積極的に進め、雇用の創出と先ほど話したように雇用の創出と出会いの確保、さらには子育て等の政策を組み合わせて定住人口の増進を増加を図っていくと図るべきだと思っております。また2つに出しましては中心市街地の活性化だと思います。今県埼玉県の川の丸ごと再生プロジェクトと連動いたしまして、駅前の大都市ルトミカ周辺地区の整備とか日光街道水道地区の町並み、今地域資源を生かしまして町づくりの取り組みを進め、そして中心市街地に活性化を図っていくといけないのかな、今の駅前どうでいいのかというふうに思っておりますので、これから頑張ろうと思います。また3つ目に出しましては、明日の農業担い手育成の運営とか充実だと思っております。農地が多いこの杉戸でございますので、農業の後継者の育成やそして有給農地の回収に図るため、埼玉県やそして JA 水戸と連携いたしまして新規就農者の育成を図るべく、明日の農業担い手育成塾を運営していきたいと思っております。そして今皆さんご承知のアグリパークリムスギット等を活用いたしまして、農産物のブランド化やそしてまた付加価値の向上および6次産業の活性化の推進を図っていければ良いかと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは、福田さん3分でお願いいたします。私の考える第一優先は地域エネルギーの確保、ゴミや使わない資源をエネルギーとして活用するエネルギー政策を展開し、公共施設等のエネルギー支出と地域雇用に振り向けることにより、老若男女の就業場所を創出します。これは経済産業省のエネルギー分野の補助金、そして厚生労働省の健康増進のための補助金を組み合わせることにより早期に実現できるものと期待しています。横須賀泉地区市内にハイテンプラユエマルジョン化施設を設け、高齢者向け宅配弁当製造を兼務するかあちゃん食堂を併設、高齢者サロンと一体化したハイテンプラユ買取所を町内各所に設置、ハイテンプラユ収集運搬、エマルジョン燃料製造、横須賀泉のボイラー供給、ゴミ焼却処理場の代替燃料供給、スギトピアのボイラー供給などを実現し、後の経済活性化策のエネルギー供給体制を確立する。これが第一優先です。第二優先は地域エネルギーの拡大、エコエネスギトの業務を、テプラアブラの業務をエコエネスギトと仮称しています。エコエネスギトの業務を拡大することによるハイプラスチック類床事業、炭化物を含む紙類の炭化による炭粒ペレット製造事業などを展開し、地域雇用を拡大するとともに地域農業のエネルギー供給を行いますが、エコエネスギトの業務拡大は焼却処理場の小型化と直結し、財政健全化に貢献します。で、第三優先、地域産業の創設、両部の産業団地予定地を 県から借り受ける形などで、エコエネスギトが取り組むもみ殻発電により熱電供給を活用する1次産業、2次産業、3次産業の6次産業を創設し、老若男女の大量雇用の受け皿とします。目標は新規雇用3000から5000人の産業へ。
と育成する。以上です。ありがとうございました。それでは、補足反論ということで、この古谷さん、何かお答えしていただきたいと思います。今話しているその天ぷら油というのについては、商工会の方で今宮城町、杉戸町、昭和商工会でやってます。中でなかなか集まらないようなことやりますが、やることはいいかもしれませんけど、今現在今の杉戸でできますかねっていうのは自分は思っています。やることはやっていこうと思うんですが、今実際そういうこともやってますし、またその今話でございましたように、深尾産業団ですか、県から借りるとかなかなか難しいのかな。県9億やっておりますけど、これは町と地権者と県でやることでございまして、なかなか県が全部買い上げるわけでございませんので、ご理解を賜ればと思ってます。以上です。では福田さん、1分でお願いします。今私の話した話は10年計画海天ぷらのエマルゾーン燃料化は、これはどこもやってないですね。買い取り制度ですから。だから、これは経済産業省の補助金を使えば早期に着手できるものと確信しています。それが、まあ、4年間のスタートになるので、以上です。ありがとうございました。ということで、一応段取りとしては質問の第2が終わりましたが、お二人もよろしくございますか。次に移りまして、はい、わかりました。